今回は窓について僕の考え方を話していこうかなと思っています。月曜日ですね、アメリカとイランの件でこういった形で窓が開いて取引がスタートしたんですよね。で、少しチャートを勉強した人であれば窓は埋めるというような言葉を聞いたことがあると思うんですけども、ここでは窓を埋めるのかどうかという話は横に置いておきます。まあ、個人的な見解はいつ埋めるかわからない窓埋めに別に期待はしていないということになると思います。で、この窓埋めなんですけども、僕はこういった形で窓が開くとこの窓を大陰線や大陽線に置き換えて相場を見ています。こういう感じです。ここがクローズでここがオープンなんで、この間急落したと考えて大陰線を、頭の中ですけどもね、頭の中でこういった大陰線を作っています。で、これを作ることで一体何が変わるのか。で、窓を開けてるということは相場の連動性が途切れてるということなんですよね。そこをまあこの大陰線でつなげてるということなんですけども、これを見れば、急落があればプルバックがあるのは当然の流れですよね。急落があればプルバック、急落があればプルバック、急騰もそうですよね。急騰があればプルバックって形で、相場は波ですんで、上がれば下がるというのは基本的な考え方になります。これが窓かどうかということを考えなくても、ここに大陰線をイメージすれば、プルバックがあるのは至って普通の流れというのは理解できると思います。ここに大陰線があるというふうに考えれば、窓を埋める動きになったとしても、まあ普段通りの考え方で、対処ができると思います。今回説明したいのは、ここの相場をつなげることで大事な意味を持つローソク足の意味合いが全く逆になってしまうという話ですね。はい、こちらドル円の15分足、ここに窓があるんですけども、これに4時間足をオーバーラップさせます。そうするとこの赤枠の中レンジで動いているのはまあわかると思います。この窓開けによって下にブレイクしてるんですよね。4時間足が完全にブレイクしてるのがわかると思います。下にブレイクしてるので、で、このブレイクを重要視した投資家っていうのは戻りをどこかで売ってくるということになると思います。2回試しているところをブレイクですからね、形で見ても綺麗なブレイクになってると思います。ただしこの窓が開いてる部分に連動性がないんですよね。で、ここに大陰線ですね、さっきの陰線を入れて相場を見てやるとこうなります。はい、こちら先ほどの大陰線を入れて4時間足をオーバーラップさせてみました。実際このチャート作れないんで、ここ僕の手作りでかなり見にくくなってるんですけども、なんとか感じてもらえればと思うんですが、大事なのはここは陽線じゃなくて下髭をつけた陰線になってるということですね。で、この4時間足を基準に見たときに、じゃあここの枠から本当にブレイクしていますかっていう話なんですよね。4時間足を基準に考える人から見た場合、ここをブレイクとして捉える人はかなり少数派だと思います。時間足というのは、大きな時間足になればなるほど強くなっていきますんで、この4時間足を基準に考えている投資家はじゃあどういうことを考えるかというと、下髭をつけて、この枠の中に戻ってきたと、このレンジは有効であると、つまりこの辺りに来たらレンジの下限だから買っていこうという投資心理が働くわけですよね。片や抜けたと思っている人は、ここがプルバックだと思って抜けていくと考えていくわけですよね。でもそれより上位足の強い勢力はここはまだ抜けていないと、つまりレンジの下限、安値圏だというイメージで相場を見ているということになります。こうなってくると、短期足のショート目線でいる投資家はかなり分が悪い勝負になってくると思うんですよね。まあ、このチャートを見ればこの下髭があったからここを抜けたのかなとも見れますけども、まああくまでこれは結果論ですので、ただこの抜けを見てショートをした人はね、目の前にある大きな壁に向かって、ボールを蹴り込んだということになってしまっています。普段普通にトレードしている場合は目の前の大きな壁に向かってボールを蹴り込むなんてことはねほとんどしないと思うんですけども、こういった形でちょっと複合的な動きになるとね、やっぱ見えるべきものが見えなかったり、隠れていたりすることも多いのでね、注意したいところです。相場は基本的には強い勢力についていくべきです。大きな時間足の波についていくべきです。今回であれば4時間足は完全に崩れてない騙し的な動きをしているので、こういった騙しが出た場合、短い時間足の勢力が捕まってしまったような動きをした場合っていうのは、それとは逆のポジションを取ることで、かなり優位性を持ったトレードができることが非常に多いので、注目して相場の方を見ていただければ、少し違った目線でトレードの方が見れることもあろうかと思いますので、やってみてください。今回は以上です。ありがとうございました。